ではね、今からね、お尻を触っていきますけれども、はい、頭から腰神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとか肩甲骨の疲れとして頭が間違えてしまいやすいんですね。なので、今からしっかり触っていきますけれども、私がわざわざ説明するってことは、そう、痛いんです。ではね、こう曲げた時点で股関節がちょっとね、もう、こう上がりにくくなってるってことは、うん、もうね、ここがね、かなり硬くなっちゃってきてるんですよ。うん、でそれちょっと今からしっかり取っていきますね。ここ。いうのはね、お尻ここをしっかり埋めてあげると硬すぎるからここが引っ張るんですよ。でこいつが硬いから股関節がこう曲がらないのね。引っ張ってんだけどよく効いてる証拠です。ここあ。
から触っていきますが、ちょっと待って。こっち側まで曲がるよね、かばってるから痛いと思うけど、知ってます。